私は梅。可愛いワンちゃんを LINE のアイコンに設定している女の子。この子はミカちゃん。スーパーの野菜売り場に貼られている生産者の顔写真を LINE のアイコンに設定している女の子。この子はアラちゃん。道端に落ちている片っぽだけの軍手を LINE のアイコンに設定している女の子。今日はハトちゃんと4人で遊ぶ約束をしたんやけど。あれ？確かこっちやったはずなんやけど、おかしいな。さっきからどんだけ歩かせるんよ。もう歩き疲れて箸が棒になるわ。箸やなくて足やろ。そもそも箸は棒状やしな。いつもと違う入り口から入ったんが失敗やったわ。だいたい梅はどこでちゃんハトと待ち合わせしたん？ハトちゃんとの待ち合わせ場所は泉の広場なんやけど。泉の広場？この難攻不落の梅田地下街でそんなハードモードな待ち合わせ場所を設定するなんて無理ゲーすぎるやろ。待ち合わせ一つで大ごとみたいに煽らんでええねん。梅田地下街言うたら通称梅田ダンジョンなんやで。梅田ダンジョンとは説明しよう。どうせボケたいだけやろ。説明に乗じて助走始めたんバレバレやで。梅田ダンジョンとは迷路のような入り組んだ構造になっており、慣れていない人間であれば目的地までたどり着くのに平均46年、優秀な警察犬とて7年は要すると言われているラビリンス。平均寿命の半分費やしてるやん。下手したら人生が終わっとる時間軸やで。梅田ダンジョンから抜け出せなくなった人間同士がカップリングして結婚をするダンジョン婚が今巷で話題沸騰中だとか。多少の話の森はええけど、ここまでてんこ盛りにしたらもはや風評被害でしかあれへんからやめとき。つまり私の運命の王子様がこの辺におるかもしれんってことやね。今探さんでくれる？その定期的に訪れる恋愛脳も一旦沈めてほしいとこやし。ちなみに2019年12月には泉はなくなったんやけど、泉の広場の名称はそのまま残され、泉のない泉の広場として梅田ダンジョンでは唯一の待ち合わせ場所になったらしいよ。唐突にガチの情報差し込んでくれやん。これ確実に偉い大人からの指示出されとるやろ。で、泉の広場に向かう途中で目印になるような店とかあらへんの？だいぶ記憶が曖昧なんやけど、確かなんかを提供してくれるなんかの店があったと思うんや。曖昧オブ曖昧やな。まあ、その謎の勇気だけは評価したるけども。もしかしてそこスムージー屋のスムージンごくごくちゃん？はあ、そうそう、そこやそこ。絶対王女のクイズ王か。どう推測したらあのヒントだけで答え導き出せんね。私なんかを出してくれるなんかの店までの道のりはわかるから、とりあえずそこまで行ってみよう。店名の答え合わせしたばっかりやのにまだ曖昧継続中やん。ほんでなんで店までの道のりだけはっきり会話に収録されとんねん。少し後編間に新しい店になってる。美味しかったし店内も綺麗でいい店やったんやけどね。でも提供スピードに問題あったやろ。料理が来るまでに日をまたぐこともしばしばあったからな。夕食のつもりで頼んだのに次の日の朝食になったりね。忍耐力カンストしとんのか。あんたらもっと効率よく生きた方がええと思うで。はぁ、どうしよう、このままやと一生目的地にたどり着けへん。大丈夫や梅、今からうちがのろしを上げて助けを呼んだるからな。ここ地下やねん、あたりが煙ってしまいや。こうなったら最後の手段や。地元民として恥ずかしい選択やけど、道行く人に道を尋ねるしかないな。というわけでミッカ、あとは頼んだで。なんで私が聞きに行かなあかんねん。待ち合わせしたんは梅なんやから梅が聞きに行きや。でも地元民やのに地元で道聞くなんて恥ずかしいや。私羞恥心を持ち合わせてるタイプなんよね。私も羞恥心持ち合わせてますけど。どう見積もったらそんなサテンなんのよ。悪質の業者が訪問してきたんか思ったわ。わかったわかった、じゃあここは公平にじゃんけんで聞きに行く人決めようや。ほな行くで。じゃんけんで、はい。私の負けや。梅、気をつけていくんやで。無事を祈る。感情の別れみたいな演出いらんねん。たった数メートル先のおばちゃんに道尋ねるだけの簡単なミッションなんやから。どうやった？道わかったん？今聞いてきたことを原文ままでお伝えするな。泉の広場やったら、ここをブー行って、ダッと曲がって、クイでドンやだそうです。あー、はい、そのルートもあったな。現実逃避したところで問題は何も解決せえへんで。ほんま、あいつらの遅刻癖は全く治らんな。あ、メッセージや。なになに？ブワーでガーで杭でドンします。何の暗号やこれ。